駅入り口と踏切跡駅東側の踏切現在は廃止中。強羅駅は神奈川県足柄下郡箱根町にある箱根登山鉄道工作線の駅である。駅番号は O60。相対式ホーム2面1線を有する地上駅。急斜面の場所であるがホームは階段状でなくスロープとなっている。線路の両側にホームがあり停車した。 ケーブルカーは両側の扉を開ける。両ホーム間を行き来する通路や付近を横断する道路はないため、線路の反対側へ渡る場合は停車中のケーブルカーの車内を通り抜けることになる。無人駅であり、自動券売機はなく、乗車駅証明書発券機が設置してある。かつては駅の公園上よりに関係者専用の踏切が存在したが、現在は廃止され、 踏切のあった場所にはホームへのスロープが設けられている。なお、箱根登山鉄道の表示看板やパンフレットでは各駅の標高が示されており、かつては668メートルと表記されていたが、2013年の再調査で654メートルに訂正されている。2008年度の1日平均乗車人員は68人である。近年の推移は下記の通り、 駅付近には旅館やホテル、雇用所等が多数立ち並ぶ。ありがとうございます。